読売中高生新聞プレゼンツ実録レコメンリスナー事件簿<ー>この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスクののりさんと新人記者の私菅優香が聞き込み取材をしていきます紹介した事件は厳格な編集会議を経て、うん、読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません<う>さらにですよ ネタを紹介された方には漏れなく番組オリジナル手帳プレゼントいたします,すいさあね今度あの五月18日号では、はい、第二弾のリスナーの事件が紹介される予定なんですけども、はい、だから四日号にはね、はい、初めてのリスナーの事件が表紙に掲載されていあーすごいことですよねこれは自慢できますよ、はい、だってね新聞って普通なかなか乗れないですからねそうです乗れたことないですもん、うん、僕なんてないですないです、ね、ここに現物がありますけどねあこの太った人は誰だ <laughs> これノリさんじゃないですか本当に載ってますねこちらにねすごいですよすオンシュライバル校に移動記事、ね、になってますね,ね本当にこれ本当に立派な記事だよね <laughs> 本当ですよ俺が思ってたより全然すごいわこれは本当に自慢できるレベルのね本当に事件みたいな感じで思、ね、ってますからぜひ皆さんそのチャンスをね忘れずに送っていただきたいと思います、はい、それでは早速今日のタレコミを紹介してくださいはいえー、今週は岡山県のラジオネームひらがなマッキーさんからの情報です、えー、ゆかのすけさんのりたろうさんこんばんはこんばんは僕には一つ下のずっと兄弟みたいに遊んでいた子供がいるのですが、はい、ここに3年くらい お,いお互い忙しく全然会えない状態でした、うん、しかし今年の春からその子が僕と同じ高校に通っていることが発覚<う>家も近いことから朝一緒に登校することになりましたただ会わない時間が長く突然再会したので異性として意識してしまいちょっと気まずいです僕にとっては大事件ですちょっとこんなこの漫画とかアニメのさ本当ですよねずっと幼馴染が、うん ちょっと会えなくなって期間ををって、同じ高校に返さたなんてこれも。いやこのことは、ニメの世界でしかない。思ってましたよねええでもつなぎます、どうしますあのやめてきて。<laughs> <laughs> い,やいやいや、つなぎましょうつなぎましょうか。それではラジオネーム、うん、ひらがなマッキー、話を聞かせてくれ。もし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 こんばんはこんばんはこんばんはしも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 し今しもしもし十六歳しもしもしもし はい。ああ。高校一年生と二年生ってことか。なるほど。で、それが二三年ぶり。そうですね。中学校の間会ってないんで。ああ。中学ではなかなか会えなかったんだ。ね。そうですね。だから親同士が仲いいのかな。いや、えっと。普通にお互いで仲良くて。近所で。ずっと、はい。ええ。これ、ゆかのさん、どうですか。ええ、でも、この。 平のマッキーはこの子とどうなりたいなって思ってるねいやでもやっぱりこのちょっと話せないのは嫌なんで。うん、んいて違うか一個、はい、ごめんねあの聞きたいのがだっ、はい、てさ久々に会ったからって一緒に学校に行かなきゃいけない理由ってないじゃないあ<ー>本来は。<laughs> ねえそれを一緒に行くってことはすごくないうんそう かね、も,うもう一緒に学校行き始めてんの <laughs> もうずっと一緒に行ってますえ自然な流れなのそれはそうですねも、えー、っともっと聞きたいのがさ、うん、その通学時間ってどのぐらいなのか聞きたくない<ー>学校まで学校まで一緒になってからえっと4五5 0分ぐらいですうわ結構長くない,、えー、い4五5 0分って <laughs> えー、そんな話せるんだずっといや。えー 大変だようん、輪が持つのがすごいねえ <laughs>、うんな、何の話するの今日は何の話したいや、それがうん、なかなかちょっとこう話しづらいわけですよえー、話しづらいの <laughs> いや、それゃ向こうも一緒じゃんそ<う> <laughs> リード下げなきゃいけないよね、ゆかのすけそうですよね、でもあっちも意識してるかもしれないじゃないですか、うん、成長したひらがなマッキーを見てねねえ,ねえでも、うん、いずれはちょっと付き合いたいなとか思って いやどうなんですかね。何言えるのバカの。その子はどうの可愛いのちょっと正直な気持ち教えてよ。いや自分がつけたら可愛いです可愛いです。自分で考えろでいいかな今日は決定で。<laughs> <laughs> ねえもう見えてるじゃない。え床の付けたったらどういう話をしてもらいたい。えー、でも共通の趣味とか。あそれは共通。やき坂のね話とかさ。 ましてはレコメンの話とかしてよしてしてなんで入ってんなんで今の提示ケーの話はたまにしてます何レコメンの話してないのレコメンもはいしてますしてない絶対てめえ小野さんどうしますこれはでもやっぱりこれはもう自分の仕事だと思ってさあこの人と一緒にいると楽しいなそこから今度信頼関係がまた生まれてくるわけでしょ相談相談してきたら勝ちですよ何か 逆に自分から何か相談したことないかって言ったらダメですけど自然と向こうから<ー>今度こういうことがあってとかっていうね確かに相談とかで,でも信じてないとできないですからねゆかのすけさんだったらさ、はい、逆に自分の一校舌と一緒に学校行かなきゃいけないとしたら何の話する、はい、ええー、何すればいいんだろう一校舌の異性ですか、うん、ええー、でもテレビとか昨日のあれ見たとか <laughs> ごくごくそういう感じだね まあそうだよね。うん。あと漫画の貸し借りとかいいんじゃないですか。ああいいかもしれないね。借りたりとか。ええ。まああとはその知識的なものとかね、もうだからもうヤフーのニュースがいっぱい見てさ、これを話せるぞっていう。それこそレコメンだってニュースネットワークなんてコーナーやってるからね。毎回こんなことが今流行ってるよとかっていう話できるからね。頼むね。わかった。はい。平賀の秋楽しんで学校。じゃあね。また事件があったら情報よろしくお願いします。進展も気になるから。ね失礼します。またね。は いやいいだ。ーあーよろしくやってるなー。よろしくやってますよ。はいね。じゃあタイトルどうしますか。そうですね。今日のタイトルはこちら。幼馴染恋はじめ。はいこちらですね。<ー>そうですね。馴染恋はじめ。ぜひともね阿達千尋先生に書いてもらいたいなこの設定で <laughs> サイモンフミさんでもいいかな。<ー>ね。 あのいい、ね、東京ラブストーリーとかね、あす楽書書いてた人なんですよね。素敵。ええー、これ非常になんか、ね、なかなか体験しようと思ってもできないことですからね。ねそうですよ。なうん、幼なじみいることにまず感謝ですよ。ね、うまくいかなかった時にできても連絡を送ってください。ね、えー、このコーナーでは <laughs> リスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中。受付メールアドレスはレコアットマーク jokworld.net です。件名のところに事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載も忘れなく。よろしくお願いします。 紹介した事件は厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれませんそしてネタを採用された方にはもれなく番組オリジナル手帳をプレゼント、うん、たくさんのメール待ってます。さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください。